はい、皆さんこんにちは、バネルギルビジです。じゃあ今回はライオット、続きをやっていきたいと思います。で今回も警官隊の方に捜査を行っていきますが、建設作業が完成する前に森林の大部分が伐採され、山を削る際に流出する有毒化学物質が地域全体を汚染する可能性を複数の報告書が指摘。これでまたデモ隊が過激化したのかな。まあぜひね、香港警察の方にはデモはこうやって鎮圧するんだよっていうのをね、参考にしていただきたいというふうに思います。ではこのままいきます。香港の方はね、情勢は悪化の一途をたどってるようなんですけど、もうここまで双方ね過激化しちゃうと落としどころもちょっと難しいんじゃないかななんて思うんですが、なんか夜だなこの感じ、焚き火とかなんか怪しい雰囲気ですよね。戦闘態勢を整えつつあるような、ヘリだね、ヘリ。なんかブルドーザーみたいなのもつきてる。破壊する気だな。やめてくれーみたいになってる。手を挙げて、これ完全にあれだな。なんか見たぞ、香港の情勢で。こういう状況。なんか、デモの首謀者みたいなやつがバーンみたいなやつされて、手を挙げろみたいになってるけど。始まった。なんかみんな手を挙げてるように見えるけど、制限時間内に全てのデモ隊を対象エリアから退去させればね、この四角の緑の四角から敵を退去させるように、敵というかもデモ隊を、そしたら、まあ、いつもの通り、2つの警官隊は壁の盾を使えるので壁の盾を使って残りの警官隊でその周りを囲んでうまい具合に撤収させていきましょうか。で今回はなんだ、これは防水車だ、防水車だね。グレネードと催涙弾みたいなのですね。こうやってね、平和的にね、やっぱ誘導していかないと、もう収拾つかなくなっちゃいますからね、香港みたいな感じになっちゃう。さあ、グレネードをまた、交換しましょう。でゆっくりゆっくりね進んでいけば、デモ隊もそうそう手は出せないでしょう。どう、だいぶね押し寄せてきましたよね、警官隊が頑張ってるのか。じゃあ最後追い出しにかかります。上を見るとデモ隊は次の時間持ち場所を維持ってなってるから、ここを排除しなきゃいけないからね、きっと。完全に敵を追い出せばいいわけかな、この2分何秒以内か。そうでしょう。追い出すよ。デモ隊は、一部なんか、殺到してきてるのがちょっと怖いな。もうグレネードを撃って、出しましょう。押しモードみたいになってるので、今ね、上の方で。ちょっと画面をこの後、ズームさせましょうか。そしたら。お、これで警官隊は次の
時間の持ち場を維持になっているので、この状態を維持するには、ちょっと敵、デモ隊の様子を見ましょう。デモが、動き出してるな。大丈夫なのか。なんか一人突破して中に居続けるやつがいるけど、こいつは大丈夫なのか。ちょっともうちょっと前に警官隊を出しておかないとありますけど、なかなか維持できないでいるもんね。やっぱり。グレネードの一発このあたり、ちょっとこう、近づくなよ。何、なんかまた突破していくやつがいる。なんなんだこの突破していくやつ、この。突破していくやつすげえな。この辺にもなんかいるけどね。こいつらは何者なんだ。野獣馬だからデモ隊じゃないみたいな扱いなんだ。だったらいいんだけど。よし。ポート化してるやつはいないな。こうやってね、平和にデモ隊をね、追い出していくというのが一番ですよ。デモ結果。逃走スコア40。逃走でしょ。政治的にすごいね。トータルスコア40だね。OK だ。まあ、こんな感じでね、デモ隊の鎮圧はやっていきましょうね、ということになります。じゃあちょっと今回短いですが、これで終わりにして、次回ですね、またこの続きをやっていきたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、チャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。